準備はできた。さあ。俺の力はもう残りわずかだ。奴を失った俺は朽ちる運命にある。だが俺が未来を手放し、今に全てを凝集すれば、この身を打ち直せる。全て、まさか、うん、俺という全ての意志の代償にだ。お前の言う通りだ。俺にはもう何もできない。だが一神殿にはまだ可能性がある。復元された俺なら最高の研究材料になるはずだ。伝承が途絶えなければ栄光は戻ってくる。たとえ雷電将軍に力を証明するのが俺でなくと、それが一神殿に由来し楓原家の手によるものであれば、奴の願いも叶うだろう。感謝する、楓原家の末裔よ。時が経ち、今やマナを知る者はいない。その名に触れるのが恥と知りながら、一度も忘れはしなかった。カゴ鶴瓶一志、この名はお前に預けよう。うむ、安らかに眠るがよい。